今日の動画はみんなついにスケデビトより67話パート3が出たよ。前回ね10日前やからね、もう1週間前なんよみんな。で新作スケデビが出るたびにみんながねコメント欄でババ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 バっていろんなところでね教えてくれるんで、みんな今日は見ていこう。スケデビトより シリーズ好きな人、高評価とチャンネル登録もよろしく。ということでみんな早速見ていきたいんやけど、俺はねみんな気づいた、これねパート3なんよね。で今までねパートに分かれてたやつあったんやけど、これスキデビトイレ57話、これね57話の時はね覚えてるかな、ほらタイタンスピーカーマンが洗脳を解除されるところなんよね。このタイタンスピーカーマンの洗脳がおりゃーって解けたところね、なんかねコメントで教えてくれたんやけど、みんながあのパートに分かれてるやつは大体ね洗脳がなんたらかかんたらって書いてたね。だから今回もパート3じゃん、前回より重要なシーンが今回ね隠されてるかもしれないんでね、ようやくみんな早速見ていこう。67話のパート1から見ていくか。もう1週間、パート1はもう2週間ぐらい前だから正直ね俺もあんまり覚えてないよね。軽く見ていこうか、パパパパパーっと。どんな感じだったっけ67話って。これ前あーん、これどんなところだっけ。あ、危ない危ない危ない、これポリスマンなんかいたっけ。もう一回倒していく、いいね。あ、そうだ、なんかタイタンカメラマンとスピーカータイタンがなんか偽の情報で倒されたみたいな感じじゃなかったかな確かね。あれ完全に忘れてるわみんな俺2週間経ってるからねこれ。これそういえばそうだ、その後の話だこれ。はあ、出た出た、イケメンスケデビ。あ、来た来た、これで実は生きてたよねみんな、よかったよかった。あ、そうだそうだ、これで腕を奪うんよね。おおきゃ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 、いいねー、かっこいいね。あ、来てる来てる来てる、このイケメンスケデビトイレも倒していくと、これ毒やからね。ああ、危ない危ない、これで毒トイレもよかったよかった、スピーカーマンもアップグレード大胆カメラマンも生きてたよね実は。偽の情報で倒しましたみたいな流されてたけど大丈夫やったんよ。そこからこいつが出てきたんだ、そういえば。あ、悪そうな顔してるあれはあれやね、サイエントスケデビだ。あ、そうだそうだ、思い出したみんな、アップグレードカメラタイタンとスピーカーマン VS 悪そうなおじちゃんサイエンティストだこれ。そうだ、じゃあパート2も見ていこう。さあパート2見ていくよみんな、これが多分前回見たやつやんね。オッケーオッケー、かっこいいね。でこれどうなるんだっけ、まだ倒してないよねさすがに。あ、なんかグリッチカメラマンだっけ、あれが来た気がするな、プランジャーマンが。ああ、オッケーオッケーオッケー、プランジャーマンが出てきたような気がしないこともないこともない。オッケーオッケー、あー、あれだ、毒のやつねこれ、危ないよタイタン。あー、おおかっこいいね。オッケーオッケーオッケー、うん、あー大丈夫、パートに分かれてるからね今回、とんでもないことが起きる可能性もあるよ。あ、来た来た来た、これブリッジマン。でもやられちゃうんじゃなかったっけ確か、これそういえば。あ、プランジャーマン、あけど攻撃して、あ、そうだこいつ復活したんだ、そうだそうだ、みんな思い出した俺、これで、あ、カメラ取られて、そうだプロテクター取られて、テレビマンの攻撃されるんだ、そうだ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 、これで、あ、そうだ首自分で、あそうだみんなとんでもないところで終わったんだった、前回これね、テレビマンの攻撃を防ぐプロテクターをね普段はつけてないけど、これ取られちゃったよね今で、テレビマンの攻撃で自分をねグーって首を自分自身を攻撃してしまうっていう能力で倒されてるんよねこれ。あー、でここからがみんなパート3やから早速見ていこう。スキデビトイレ67話パート3、さあ見ていくよみんな、どうなるんだろう。おお、バンバンシェイペイペイ来てるね。この後やんね、そう、ここでプロテクターが取られるんよ。ほらほら、これでテレビマンの攻撃が効いちゃうよね。普段はね、ほら、こんな感じでプロテクターつけると大丈夫なんやけど、外されちゃってるよね、今。これどうなんの？嘘っつって言って、嘘って言って。生きてるよね。え、危ない。よかったよかったよかった。止めて、早く。うわ、ちょ、止めて、誰か。止めて、早く。あ、腕、腕、そうそう、腕落とせばいい。ナイス。やばい、やばい、自分で攻撃してる。なんだ
いた。なになに、何が起きた。やばい。え、ごちごち洗脳されてない。青い、え、紫色って洗脳だっけ。あ、そう、撃て撃て、ナイス、撃てばいいんじゃん。バカ、聞いてないじゃん。ちょっと待って聞いてない聞いてないじゃん、全然。すごい優しいおじちゃんみたいな顔してるけど、ちょっと待って、今何が起きた。これ止めたまでは分かったよね。で、これで自分の首を攻撃しないように、けどまだ攻撃してる。で、これなんだっけ、この紫色の光ってさ、洗脳光線だっけ。紫色の光は軽くね、みんな今までの見てたんやけど、紫色の光ね、本編にはなかったね。ファンメイドとかあったらいろいろあったんやけど、紫色の光ってやっぱり洗脳光線なんだ、これ多分見るからに。で、あれつけてないから目のやつもろに食らっちゃってるんだな。もうプロテクションされてるよね。こっち見てます。はっ、ナイス。誰誰です。うわ、よかったよかった、動き止まった。ん、何、テレビマン。え、誰誰、逃げてる。何、やばい。誰、テレビマンじゃないの。でも、あ、テレビマンね、これは、これテレビマンだ。おお、うわで、アップグレードテレビマンじゃない、これテレビタイタンじゃない。おお、あ、え、倒した。やれ、オッケー、やったか。お、なんだ、胸が、おお、顔が、かっこいい。顔かわいいよな。あ、いつもの君だ、あの顔は。めっちゃかっこよくない、みんな。新しい、これアップグレードテレビタイタンだな、これ完全に。じゃあ至る所に顔がついてる、かわいい。で、なんか胸からビームみたいなの発せれるんだ、ほら。これでも完全に倒してるね、ほら。サイエンティストスケデビ倒したじゃん、やってるじゃん俺たち。割とボスの中の右腕みたいな、割と最強のやつやったからね、これスケディビーなんちゃらかんちゃ、サイエンティストスケディビートイレ。やっぱ紫色の光は、でもこれ確実に、まあ、洗脳光線みたいな感じやけど表情がいいね、表情が。ほら、ここでね、ほら、洗脳が解かれて、このタイタンカメラマン、ほら倒れ込んでるよね。よかったよかった。で、タイタンスピーカーマンも起きてるっぽいから、よかった、2人とも無事っぽいな、よかった。あの2人ね、超好きだから俺は。こいつすぐ逃げてるよな、かっこいい。これテレビマン超かっこよくなってる。おーおー、かっこいい。すごい、もう威力が、音がね、もう1オクターブぐらい上がってる。おお、胸のビームがかっこいいね。おおよかった、でも倒したね、ありがとうね、アップグレードテレビタイタン。めっちゃかっこいいわ、かっこよすぎる。いや、でもよかったよかった。でも今回は誰も犠牲者いなかったね。プランジャーマンだ、プランジャーマンがちょっと犠牲者になってるかな。いや、でもまあ多分生きてると思うけどね、さすがに死ぬわけがない、こんなところで。けどみんな、この子はね、逃げてるよね、これボス内、これがね、Gマントイレで、結構ね、ボス級のやつやねんけど、逃げちゃってるよね、ここで。賢いなぁ。なんで逃げたやろ。前回は逃げられてたからね、自分が。あ、まあ、これでまあ倒せたのよかった、でも。けどね、今ね、みんな、カメラマン側が結構優勢なんよね。どんどんタイタンキャラクターたちがアップグレードしてって、倒していってるからね。もう今もこれ、サイエントスキディビ倒したから。で、ここからは多分ね、スキディビトイレ側がちょっと強くなっていくと思うな、俺は。もっと新しいね、スキディビトイレ。もうなんか、四皇みたいな。四天王スキディビとか出てくれたらね、ちょっとかっこいいなと思っちゃうけどね。けど今回は、アップグレードテレビマンが、マジでかっこよかった。かっこいいな、胸元の
これはどういう仕組みなんやろうね。こんにちは。かっこいいな。かっこいいしかないんだな。まあ俺の予想が正しければ、多分次はね、スキティビトイレ側にも、まあ結構ね、強いキャラクターたちがね、登場すると思うな。ということで、みんなはね、67話パート3見てどう思ったかね、よかったら感想をね、コメントで待ってます。この動画楽しんでくれたり、続きを待ってると思ってくれたら、高評価とチャンネル登録もよろしくってことで、また明日、バイバーイ。